ラオミシはるか、おかね、まほ、私たちはチェホでーす。はい、ということで今日ははい本物のダンスはどれか見破れ選手権。はい、ということで世界中にはありとあらゆる曲が溢れてますね。はい、そこに振り付けというものがついてくるんですよ。はい、その振り付けがどれが本物かっていうのを当てるっていう、もうそのままタイトルの通りでございます。なるほど。はい、で一人一人、私は三浦大知さん、TWICE さん、乃木坂さんの課題曲を覚えてきてもらって、はい、で一つは本物の振り、残りの二つは自分たちで考えた振りを踊ってもらいます。はい、はい、一生懸命考えてきました。まあ、ダンスやってるから勘がね、冴えてると思うから、あとなんとなくね、はるかの振り付けっぽい雰囲気、まほの振り付けっぽい雰囲気、こての振り付けっぽい雰囲気とか多分それぞれ分かると思うんで、どれが本物かは当てられる気がする。じゃあ当てていきますか。はい、はい、ということでレッツチェッゴー。はい、ということでまずはるかからいきたいと思います。1問目、1問目大事じゃない、何やるか。1個目より3個目の方が細かく撮ってる音が多いのかなって思う。
逆なんだけど、うち1個目の方が細かく音取って踊ってるイメージが強くて、なんかね、フロア入ってなくて、はるかが作ったのかなって思った、フロアが。あー、そう。で、1番は足元重視な感じで、2番は結構 手とか上半身系だった。ということは、答えは1です。マジか。ありがとうございます。すごい、フロアははるきは考えただよね。はい、それでは私の曲、乃木坂46さんのインフルエンサーという曲です。はい、あ、これは違うな。本当だ。流してるダメだな。2、3で決まってくるです。決まってる。今のところはね。はい、では続いて、はい、ソーミー。はーい。あれ、一番自信あるくないか。もうね、超自信ありそう。これじゃない、これじゃない、絶対これでしょ。これは絶対。あったのが2番じゃないかなっていうので、同じく、はい、1番を選ばせてもらいました。もう腕入った瞬間、あ、1、うん、でもところどころの動きもちょっと琴音の振りっぽい感じがあった。1番の方向、はい、そうですね。正解は2番の方向でした。
ハートやってなかった。うん、あ、これちょっとさ、ずるくないこれ、さすがに。ほぼ一緒やん。以上、チェゴでした。バイバーイ。